はい、こんにちは。今日はですね、ロシアとウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。苦戦のロシア、国内で進む戦時体制、ミサイル不足、企業も動員。ウクライナへの侵攻で苦戦が続くロシアは、核の脅しに依存するだけでなく、国内を事実上の戦時体制に近づけ、企業を含めて幅広く戦争協力させる姿勢を強めようとしている。プーチン大統領は19日の大統領令で一方的に併合宣言したウクライナ4州に戒厳令を敷くとともに、ロシア全土の主張に国土防衛のための強い権限を与えた。ウクライナで占領する4州に戒厳令を出し、ウクライナ東部のドネツク州とルハンスク州、中南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州では私有財産の接収や集会禁止、通信規制などを可能にした。すでに州都ヘルソンでは避難しなかった男性に領土防衛部隊への参加を促しており、強制的な動員も拡大させる恐れがある。ウクライナに隣接するロシア南部のクラスノダール地方やベルゴロド州のほか、ロシアが2014年に一方的に併合した南部クリミア半島などは戒厳令に次ぐ中レベル対応とした。このように報道されております。プーチン大統領は9月21日ウクライナ侵略をめぐり、国内で部分的な動員を実施する大統領令に署名しました。大統領令は即日発行されました。そしてウクライナ東部南部4州について一方的な併合宣言を行い、その後このウクライナ4州に対しまして戒厳令を出したという経緯がありました。関連する大統領令では4州に近いクリミアのほか、ロシア南部の地域で移動を制限するほか、4州に領土防衛本部を置き、企業に協力を強制できるようにすることなども定められています。このように報道されておりました。つまり現状、ロシアプーチン政権は徐々にロシア国内の雰囲気も戦時体制へと移行しながら、ロシア国内の雰囲気をですね、ある種戦時体制ということに慣れさせていくように持っていっている可能性は否定できないように見えます。そもそもですね、プーチン政権がウクライナの東部南部4州併合を一方的に宣言したことにより、ロシアプーチン政権の大義も正義もないウクライナ侵攻の在り方というものは変わることとなったと思います。ロシアプーチン政権はウクライナ侵略を一方的に特別軍事作戦と呼んできましたが、このですね、ウクライナ4州がロシアに併合されるというですね、ことをロシアプーチン政権側がロシア側の論理としてですね、一方的にそのようにしてしまいますと、ウクライナ軍がウクライナ領であるこのウクライナ4州を奪還しようとするウクライナ軍の反転攻勢というのは、ロシアプーチン政権としてはロシア領への攻撃ということになってしまいますので、このことは主権国家間の戦争ということにつながってしまう可能性ということが考えられると思います。こうした中、ウクライナ東部南部においてウクライナ軍の反転攻勢は続いておりまして、特にウクライナ南部要衝ヘルソン市をウクライナ軍が奪還する可能性ということが報道されております。ヘルソン市はロシアが占領した最初の主要都市であり、2月以降奪った唯一の州都。占領下の都市ではマリウポリに次ぐ規模の人口を抱える。このヘルソン市をウクライナ軍に奪還されることは、ロシアプーチン政権にとって最大級の戦果喪失に相当するとの指摘もあります。ヘルソン市を失えばプーチン氏にとっては苦戦どころか敗北の象徴となる。併合に至る前にアメリカ紙ニューヨークタイムズは、プーチン氏がロシア軍幹部から進言されたヘルソン州からの撤退を拒否したと報道。ロシア領に併合したのはトップ判断で、ウクライナ軍の奪還を許せば責任論に発展しかねない。ロシアの著名ジャーナリストは政権にとって決戦を意味すると通信アプリで警告している。このように報道されております。こうした情勢を考えますと、プーチン大統領は憲法に沿って戦争状態戒厳令を宣言し、戒厳令法に基づいて国家総動員令や戦時経済移行を発動する可能性も否定できないように見えます。プーチン氏、危機感あらわ。前例ない課題に直面。軍に物資、挙国一致要求。ロシアのプーチン大統領は25日、ウクライナに侵略するロシア軍への物資供給を円滑にするため設置した政府の調整会議に初参加し、地方政府を含む全機関に広く深い連携をするよう命じた。プーチン政権は戦争という言葉を使わず特殊軍事作戦と称してきたが、長期戦を前提に挙国一致で軍に協力するよう求めたもので、事実上の戦時体制が濃厚になっている。ウクライナ軍が反転攻勢を強める中、
プーチン氏はオンラインで開かれた会議で、米欧日などによる経済制裁も念頭に、誇張ではなく前例のない課題に直面していると危機感をあらわにした。その上で現実の直視と迅速な対応を重ねて求めた。会議の様子はロシア国営テレビでも中継された。予備役の部分的動員などでロシア国内が混乱する中、プーチン氏は国民に作戦への協力を呼びかける思惑もあるとみられる。プーチン氏は19日、ロシアが一方的に併合したウクライナ東南部4州への戒厳令発令と同時に署名した大統領令で調整会議の設置を指示した。戒厳令を機にロシア政権高官からは戦争という言葉や総動員を意識した発言が出るようになった。セルゲイ・キリエンコ大統領府第一副長官は22日の教職員らとの会合で、我々は必ずこの戦争に勝つが、全ての人が関与する必要があると訴えた。このように報道されております。ですのでロシア・プーチン政権は現状、総動員令などの戦時体制といったことに向かってある種地ならしというものをしている可能性も否定できないように見えます。ただもし仮定の話ではありますが、総動員令ということになりますと、ロシア国内からの反発や厭戦的な雰囲気が広がるということも可能性として考えられますので、そのことはロシア・プーチン政権が自らの存立基盤を揺るがすことにつながることも可能性として考えられると思います。モスクワ中心部で内乱鎮圧演習、プーチン氏は政変警戒。ロシアのプーチン大統領ら要人の安全を守るロシア連邦警護局は25日から27日、モスクワ中心部の大統領府や上下両院などで内乱鎮圧を想定した定期演習を行った。プーチン氏は米欧がロシアでの政変を画策していると主張しており、警戒感を一段と強めている。連邦警護局の発表によると、テロの脅威封じ込めや容疑者拘束などを訓練した。クーデターへの対処も含まれるとみられ、 SNS では装甲車両などが出動する動画が拡散している。ロシアのウクライナ侵略が長期化し、国内の治安は不安定になっている。26日未明にはモスクワ中心部にある政権与党統一ロシア本部の窓に火炎瓶が投げ込まれた。ウクライナに隣接するベルゴロド州では24日に鉄道火災があり、イギリス国防省は26日ロシア国内の反戦組織の犯行と指摘した。ウクライナとの和平交渉開始を支持するロシア国民が初めて半数を超えた。独立系世論調査機関レバダセンターの調査で明らかになった。戦争支持は今や3分の1程度に減少した。10月の調査では和平交渉開始への支持が 57% と前月の 48% から上昇、戦争継続への支持は 44% から 36% に低下した。調査はロシア全土の1600人を対象に今月20日から26日に実施された。ですのでこのような報道を見てまいりますと、プーチン政権はロシア国内で高まっている可能性がある厭戦的な雰囲気や反戦的な機運ということなどに対しまして大きな警戒感を抱いているということがですね、表面化してきているように見えると思います。こうした中ですね、ロシアには消耗戦略論とされるものがあると指摘されております。消耗戦略論、軍隊同士が膨大な犠牲を出しながら激しく戦う。独ソ戦、1941年から1945年、4年間で2000万人以上の戦死者。小泉氏、東京大学先端研専任講師。プーチン大統領はここまでのロシアの損失を序の口と思っているかもしれない。ジュネーブのロシア国連代表部に勤務する外交官だった元ロシア外交官のボリス・ボンダレフ氏は、プーチン大統領はこの戦争に勝ち、ウクライナ国民を殲滅するためだけに1000万人から2000万人のロシア国民を犠牲にすることも辞さないとの見方を示した。この戦争が心情の問題であり、彼にとっては政治生命の問題だからだ。理解しなければならないのは、敗戦は彼にとって終わりを意味するということだとボンダレフ氏は述べた。このような見方、分析が報道されております。ですのでこうした報道を見てまいりますと、現状ロシアプーチン政権は国家総動員令や戒厳令を宣言する方向に舵を切る可能性があるのではないかという見方もですね、否定できないように見えると思います。他方、次のような報道がされました。核兵器使用をめぐりプーチン氏、軍事的政治的に無意味。ロシアのプーチン大統領はウクライナでの核兵器の使用をめぐり軍事的にも政治的にも意味がないと述べ、これまでの発言を後退させました。プーチン氏は27日、専門家らが集まる国際会議で演説後、会場からの質問に答えました。
この中でプーチン氏は汚い爆弾について、ショイグ国防相に各国の国防大臣への電話を指示したのは自分だと述べ、ウクライナが使用を計画していると主張しました。その上で、ウクライナでの核兵器の使用は無意味だと述べました。領土を守るためには核の使用も辞さないとの姿勢を示してきただけに発言を後退させた形です。理由は不明ですが、11月の G20 への出席を検討中だとしていて、西側との接触を探っているとの見方も出ています。一方でプーチン大統領は、核兵器が存在する限り使用のリスクは常にあるとも指摘し、発言の真意をめぐり憶測を呼びそうです。プーチン氏はまた、ウクライナでの特別軍事作戦の計画は変わらず、ドンバス地方の安全を確保することが目的だと述べた。侵攻開始当初に挙げていたウクライナの非ナチ化や非軍事化には触れなかった。このように報道されております。で、今回のこのプーチン大統領のウクライナでの核兵器の使用をめぐり、軍事的にも政治的にも意味がないと述べ、これまでの発言を後退させたと報道されていることは大きなニュースだと思います。これはやはりですね、ロシアプーチン政権として、今後ロシア軍がですね、このウクライナ情勢において戦況を大きく好転させることは難しいという判断がプーチン政権内にも広がっている可能性、そしてロシア国内の厭戦的なムードがかなり高まっている可能性、こうしたことも背景にある可能性が考えられると思います。ただ G20 出席をめぐりましては、プーチン大統領は G20 出席を見送る可能性ということも報道されておりまして、果たしてプーチン大統領が西側との接触を探っているのかどうかというのは現状不透明な情勢もあると思います。ですので、こうしたニュースを総合的に見てまいりますと、プーチン政権は総動員令などの戦時体制ということへの方向性か、あるいは西側諸国との交渉という方向にも、どちらの方向にも傾く可能性があるように見えると思います。ではプーチン大統領はどのタイミングでそうした動きを見せる可能性があるのでしょうか。朝日新聞論説委員小牧氏、11月4日はロシアの民族統一の日、プーチン大統領の肝煎りの祝日で、プーチン大統領が演説する可能性も。このような指摘分析が報道されております。この11月4日の民族統一の日で、ある種プーチン大統領が重要な意思決定をするという可能性も否定できないように見えると思います。この民族統一の日でプーチン大統領としては3つの選択肢があると思います。1つ目はウクライナ情勢に伴いロシア国民の団結を演出する、そうした可能性。2つ目は総動員令などに向けて大きく舵を切る契機とする演説などを行う可能性。3つ目は日程的に G20 とも近いということがあると思いますので、西側諸国との交渉という方向に舵を切っていく契機とする可能性、こうしたいずれかの可能性はあるように見えると思います。こうした中、プーチン政権はさらに国際的な情勢の中で孤立を深めているように見えまして、特にインドやスロベニアなどとロシアプーチン政権との溝が深まっているように見えます。インド国防省、ロシアに核使うなとの見解を伝達。インドの新国防省は26日ロシアのショイグ国防相と電話会談し、核の選択肢は行使されるべきではないとの考えを伝えた。インド国防省の報道機関向け声明によると、会談では悪化するウクライナ情勢が取り上げられ、秦氏は紛争の早期解決のため対話と外交の道の追求が必要とするインドの立場を改めて表明した。その上で、核兵器あるいは放射性物質を含んだ兵器は人間の基本理念に反するとして、どちら側であれ核の選択肢は使われるべきではないと主張したという。インドのモディ首相は今年9月ロシアのプーチン大統領と会談した際、今は戦争の時代ではないとの苦言も呈していた。このように報道されております。で、今回のこのインドの姿勢がですね、27日にプーチン大統領がウクライナに対してロシアが核攻撃を行う必要はない、軍事的にも政治的にも意味がないと語ったと報道されていることの背景の一要因としてあった可能性も考えられると思います。さらに付け加えますと、もしロシアプーチン政権が核を選択した場合ということに関しましては、アメリカ政府や NATO、EU などが毅然とした対応を示しておりました。そして今回インドがこうした対応を示したことによりまして、ロシアプーチン政権としましては事実上
核という選択肢を国際社会から封じられつつある可能性が高いように見えると思います。このことは今後ウクライナ情勢においてロシア軍が戦局を逆転させてですね、好転させるということが難しい情勢ということが報道されている中、ロシアプーチン政権が一方的に主張するいわゆる特別軍事作戦と呼ばれるもの、つまりは大義も正義もないウクライナ侵攻が失敗に向かっている情勢を象徴的に反映しているように見えると思います。さらに次のような報道があります。ロシアの汚い爆弾投稿、スロベニア政府が反論、自国の煙探知機。ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、スロベニア政府の公式ツイッターが26日ロシア外務省の投稿をリツイートし誤りと指摘した。ロシア側がウクライナが汚い爆弾を製造しているとして添付した画像についてスロベニアの施設で煙探知機と反論。スロベニアのツイートは27日午後各国で拡散が続く。ロシア外務省は24日ウクライナの2つの機関がいわゆるダーティボムの作成を命じられた、開発は最終段階とツイートし、ウクライナの製造能力を複数の画像付きで説明した。だが26日スロベニア政府の公式ツイッターが反論した。投稿に使用された写真はスロベニア放射性廃棄物管理機関の2010年の写真、一般向けの説明資料として公開したとの説明を投稿した。投稿によると写真は一般的な用途で使われる煙探知機で、放射性物質は含まれているが、ロシア外務省のツイッター画像にあるようなプルトニウムなどの物質は含まれていないとしている。さらに写真はスロベニア放射性廃棄物管理機関の知らないうちに使用されたとし、スロベニアの放射性物質は安全に保管され監視されている、汚れた爆弾に使用されることはないと投稿した。ビニール袋に描かれた放射性物質を表す注意書きもスロベニア語で書かれている。このように報道されております。こうした中、中国に目を向けてまいりますと、中国は軍事支援ということに関しましては一貫して慎重な姿勢を崩していません。またウクライナ侵略を受けまして、旧ソ連諸国の多くがロシアから一定の距離を置こうとする動きを強めているという情勢も報道されております。中国、インド、旧ソ連諸国との距離感が広がり、西側諸国との対立も深まる中、ロシアプーチン政権は国際社会の中で孤立を一層深めているように見えます。こうした中、プーチン政権が総動員令などの戦時体制ということへの戒厳令などの方向に舵を切るのか、西側諸国との交渉ということを示唆する方向に舵を切るのか、11月4日など今後どのような動きがあるのか注目されてくると思います。いずれにいたしましても、西側諸国はウクライナの平和と国際社会の平和、秩序を守るために一致団結し毅然とした姿勢を示していくということが重要だと思います。そしてウクライナの平和を1分1秒でも早く取り戻す、このことが最重要であります。そしてウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらもツイッターと合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。